ソベポポのチーチーカーカーするなよ。はい。はい。あれ音楽ならないね。じゃんじゃじゃんがじゃんじゃがじゃんじゃんってならない。ならないね。今日は。今日ならないですね。まあこういうこともあるんじゃないですか。はい。ね、はい。じゃあ。はいはい、始めましょう。ソベボーボのチーチーカーカーするなよ。時刻は5時となっております。はい、ちょっと音楽の方がですね、ならないんですけども。どうしたのかな、まあ、これたまには、ね、たまにはね、音楽部。なるほどなるほど、あ、OK です。はいはい、わかりました。はい、はい、はい、それがこのチーチーカーカーするなよ。あれだね、始まりました。何回もラジオ来ないと操作できないや。すいません、あの先週は私仕事であのインフルヘンザにかかっておりました。インフルヘンザな、インフルヘンザにかかりました。もうヘンザに怒られるけど。して治ったわけ。治ったと思いますね。あの、あ、先週は ね、 そ, うですね、それでラジオをお休みしましたが、すいませんでした。ちょっとね、うん、よく、まあ、風邪ひきますけども、うん、あのですね、はい、そのインフルエンザかかった時に、うん、僕よく風邪ひくじゃないですか、うん、結構で、ちょっと、うん、あの医者の方に聞いてみたんですよ、うん、あのすごい風邪ひくようになったと。なんか流行りが起きればすぐ俺風邪ひくんですよ。もう沖縄来て2年半ぐらいになるけど、ずっと2年半風邪ひいてるの。いや、2年半風邪はひいてないけど、お前なんか誰かがうつったらすぐうつりやすくなってるんです。うん、これってなんかもうなんか免疫とか落ちてるんですかって言われたら、うん、いや、これ、今、うん、よく風邪は ひかない方がいいみたいな感じでしょ、うん、世間一般的には、うん、実は、うん、風邪ってすごい、うん、いいことがあって、うん、実は風邪をひくことによって熱を出して汗をかくことによって、うん、この蓄積した悪いものをデトックスする効用があると。風邪をだから風邪はひいた方がいい。ひいてるってことは、うん、あの健康健康 になるってこと。風邪ひかない人が危ないって。あ、マジで。逆に、うん、風邪ひかないっていう人は、ひかない人が大きな病気になったりしやすいと、うん、毒を貯めてるって。風邪ひくときってもう解毒してるって、うんうんうん、もう大いに熱を上げて、うん、でなんていうの、もう風邪ひいて、もう全然もう汗かいて、うん、もうぞ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 ってラッキーと思った方がいいよって、まあ、そう、 あんた大きな病気してないはずって言われて。マジでな、うん、大きな病気はしないはず。すごい、ね、免疫力がついてくるってこと。そう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 、結構普段の生活が、うん、悪いと風邪ひくってあるでしょ、うんうん、まあ、寝不足とか、うん、寝不足食べるものとか飲みすぎたり、そうそうそう、うん、風邪ひくのはそれデトックスしてるから、うん、それでも風邪ひかないっていう人は、うん、溜めてるって。そうそうそう、じゃあいいことなんだ。いいことなんだよ。熱は絶対下げるなって言われてる。風邪、意地でも薬は飲まない方がいい。うん、でもインフルエンザ関係ないけどねって言われたけど、それは普通に打つと普通の風邪はいいと、まあ、本人には体にはいいかもしれないけど、まあ、周りは迷惑だからね。そうですね、すみません。本当にマジで、まあまあ、すみません、まあ、ちょっと引きやすいってことは、まあ、だから、まあ、風邪はいいんですよ。なるべくでも引かない方がいい、引かない方がいいんですけども、うん、まあ大きく病気して長く休むよりかは、うん、ちょこっと、うん、このデトックスした方がいいと、うん、でもこの後から、うん、本当に調子、そう言われたからかもしれないけど、なんか体の調子がいいわけよ、うん、なんかまあ病は気から、 みたいな感じだと思うけど、うん、多分そうだろうね、うん、まあだからね、うん、今ラジオ聞いてる皆さん、うん、風には大いに聞いてください。風も、ああ風ラッキーみたいな、ああ、これいいこと聞きましたよ、本当に、うんうん、はいはい、ぜひとも弾いてください、はい、ということでね、あのソベポポチッチーカーカーするなよ、はい、メールの方もね、はいはい、お待ちしておりますので、はい、金城さんよろしくお願いします。
メッセージは FM786、はい、アットマーク FM読みたん.co.jp、はい、FM786 アットマーク FM読みたん.co.jp、 こちらまでどしどしお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっとですね、はい、あの CD も発売されたことなので、78.6 ちょっと僕たちの曲をかけてみたいと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ78.6 FM 読谷テーマソングスの中から、はい、彼女は FM 読谷、はい、お聴きください、はい、はい、ただいまお届けしておりますのが、78.6 からですね、ソベポーポー彼女は FM よみたんっていう、ね、はい、曲を流しております、はい、どうでしょうかね。今もう蔦屋、はい、ほぼ全店で、はい、ね、沖縄の蔦屋ほぼね、そうで販売してますので、蔦屋、はいはい、ね、から電話があってから、そうか、さっき行くさよ、うん、マジ
延滞よ延滞しかしワッシャースがやる何言ったか分からなくなってるウルトラマンセブンが返されてませんってね、うん、はいはい、うん、はっしゃーしかばちよちょっと顔出せへんわやつったやで、うん、どうしようかな今なんか CM 行ったなと思ったあこれあれだバックそう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 70点の曲ね、はいはい、あのジングルとかも入ってるね、はいはい、これね、うん11曲でなんと1000円1000円っていうね、うん、ほんとね読谷だとツタヤでしたっけ、販売場所が、はい、と、FM 読谷と、ねはい、置いてますので、ね、ぜひとももうそろそろ、はい、直木屋のあれそろそろもういいんじゃないの何をあの直木屋さんのラジオの、うん、もう直木屋さんいいんじゃないのくどいわ死なしくうた死じゃ死じゃ死じゃ忘れてたなあ FM とそろそろソベポーポー使ってほしいけどなそうですよね世代交代世代交代ということは、はい、あね世代が交代しても俺たち若くないからやあんまり年変わらんあんまり年変わらないっていうねまあ、まあはい、じゃあ皆さんぜひはいね、お願いします。お買い上げくださいね。はい。11曲1000円で売ってるんですのでね、はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ早速、はいはい、メッセージ来てるので、はい、よろしくお願いします。はい。ラジオネーム、はい、ドサンコさんさん、はい。はい。ありがとうございます。久しぶりじゃないかな、ね、北海道の方ですよね。うん、ポーポーさん、はい。最近はすごい勢いでメディアに出てますね。出てはいないと思うよ。まあまあ、CM 曲ぐらいで、まあ、曲で、うんうん、まあね、北海道で聴けないのが残念です、はい、ポーポーさんの曲は本当、うん、いい曲だらけだから、うん、全国で流れてもいいくらいなのにね、うん、ありがとう早く北海道でもライブしてくださいねということですけど、はい、ありがとうございますいやありがとうございますそっかでもね、うん、メディアに出てるって言っても沖縄だけですから ね、まあ、ねいやそれでもありがたいことですよ、まあ、本当ありがたいことですけどもまあね、ここからまたそうですよ ね、 ね全国でも、まあ、北海道でも、うん、あの今は携帯や YouTube などがあるからね、うん多分ご覧いただけるのではないかなと、はい、思います、はい、今日もそう朝ね、うん、あのあれ見たねイオンの CM あイオンあの、はい、まだ OS をまだ見てないんだな本当やってないんじゃないのやってるわあれやってないんじゃないやってないやつ見たことないよ見たことない俺もあなんかダンスとかあるらしいけどあるんだし全然見たことない全然見ない見たことあるあれを見て覚えたいんだよダンスをいやうえ見たことあるっていう人聞いたことある昨日ララカプアあそっか見たことあるハワイアンバーララカプアは見たどっかでやってるみたいだけどね見これ本当かなこれ本当いや疑うな企業大手大手企業疑ってどうするのマジかえマジだよ、まあ、なでもあの気持ちいいねやっぱりね自分たちのこう CM が流れてるとこうあ息子が、うん、あれパパって言うてパパ流れてるって言うわかるわわかるわかるうんあれは嬉しいよ半代たるしかないえ半代たる半代もたれるわパッパッパッパって言ってる4歳だから判断もたれるしパッパッパッパって言う足りないみたいに言うなお前ワンのワロパーに判断やなあの判断やでみんなお判断や5歳かは5歳かは判断やでしょいやでもあれは気持ちいいねあのこう息子にどうだお父さんじらなってきてるわもうすごいだろうみたいなもうすごいだろ俺幅近してるわいいそうやわったわらば大きくなったらわった音でデジあれフラーだったやつか絶対言うなあれデジでしかしたらすぐ調子乗るな絶対言われるよ絶対言われるタイプやあまあでもね本当にいやまあ頑張って早く北海道でもそうですねライブできるようにちょっと頑張りますのではい北海道 CM も狙うかあいや無理でしょ無理かはいドサンコさんさんありがとうございました、はい
はいはい、じゃあ CM、 あ CM ですか、はい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 、ソベポポのちちかかするなよ。時刻は5時17分です、はい、ということで、ね、はい、メッセージ来てるので、はい、どんどんいきますよ、はい、お願いします、はい、ラジオネーム、はい、ユンタンザジリーさん、はい、はい、久しぶりですね、久しぶり、久でもないか、ね、メッセージ、はい、ハイサイ、さっきユンタ市場で地下のを見たな、いいよ別に何買ったか買い物、夕ご飯って今日はワンがわらわらが見ちゃうもんな夕ご飯作らんといけん、育児者だから、育児者だから、ね、この前 YouTube で、うん、ポーポーのカバーで、うん、花と、うん、ノーウーマン、うん、ノークライ、うんうん、見たんだけど、うんうん、もう自分たちの曲みたいだよ、ありがとうございます、かなりクオリティ高さ、さ、うん、死にお願いがあるんだけど、はい、ジャミロクワイのバーチャルインサニティやってくれんか、うん、死に難しいよね、チカのお前だったら歌えるだろう、あの曲をカバーできるのは一流ミュージシャンの証だからね、うん、チャレンジする価値はあると思うよということですけど、わかりましたやってやろうじゃないか何回か挑戦してんだよ、挑戦というか過去にこのバーチャルインサニティ、うん、ジャミロクワイの、うん、PV 撮ったもう間の PV ね、ま、もうこれね、思い出すだけで死にたくなって、穴が掘ってでも入りたい、穴が、穴が掘ってでも、うん、もう穴掘ってでも入りたい、穴掘って、うん、穴があったら入るじゃなくて穴掘ってでも入りたいぐらい、もう恥ずかしい思いしたことがあるからトラウマなんだよね、あれな、やばいな、うん、いや、またそれにこれトラウマを克服しろってことなのかなあ、まあでもこれ歌えるとかなりかっこいいですよ ね、 かっこいいですね、本当にジャミロクワイ、ちょっとじゃあ、うん、頑張ってみますよ、一流の、あ、最近平井堅さんとかカバーしてるよね、うん、何をジャミロクワイバーチャル、インサニティ、うん、かっこいい、マジで、うん、聞いたことないな、あの最近ちょっとジャズ、ジャズ風っていうか、うん、うん、すごいやっぱジャミロクワイはもう本当に一流ミュージシャンさ、うん、もちろん、ずっと黙ってないで、
歌えないな、喋ってこれだからよ。あ昔あの東京とかでよく僕たちのサポート鍵盤していただいてるあの平方玄、あ玄ちゃん、玄ちゃん、うん、北海道かどっかでライブ行った時に、うん、その打ち上げというか、うん、まあ、カラオケって、うん、そこでこれ歌ったの覚えてる？覚えてるよ。で100点満点になって出したというね。バカだよや天才にも程がある。そう、いやな普通ね、日本、うん、日本のね、日本のまあ簡単なあの、うん、なカラオケだったら、うんうん、まあ、出せるかもしれない、ね、いやカラオケでもよくなかなか出ないよあれ100点満点。あ、まあ、出ないけど、うん、それを100点満点出したからね。ジャミオクワイで100点出すって、うん、いやでも実際もうマジでやばいぐらいうまいんだけど、うん、源ちゃんね、いやすごいよ、うん、皆さんあの平方源で検索してみてください。一人でウィアザーワールド全部だから全パートモノマネして歌うからね。あの鉄板ネタの一人 We Are the World っていうのがあるんですけれどもね。すごい全部歌うからな。シンディローパーだけちょっと変だけどシンディ、いやまあそれもね、ほんとちょっとね、いやあの人すごいよ、すごいよ。皆さん点は何個曲げるんだよね。いやでも一つだけ、うん、見た目が悪いってやっぱり天は二物を与えない、与えない、うん、丸坊主で、丸坊主デブメガネだしメガネ関係ないか。いやでもその見た目とギャップがね、うん、また素晴らしい、ギャップですありすぎるよや、うん、本当に。いやでもあの方はもう本当に音楽、まあ、すごいですよ。もう僕はちょっと見たことないですよあの人より、うん、すごい人は、はい、なので皆さんぜひ平方源で検索してみてください、はい、見た目ショックだと思うあの源ちゃんあのなんだっけ、日本放送でもラジオやってるんで、あそっかそっか、ちょっと何時かは忘れたんですけど、うんうん、ラジオも結構真面目にやってるみたいな、ね、真面目にラジオは本当にラジオはラジオは真面目にやってるみたいな、うん、なんか真面目な番組、お堅いんでしょ、堅い、うん、まあなんかな、あの子供中高生ぐらいの悩みをなんとか、うん、なんかそんな感じだったような、ちょっと忘れたけど、糖尿病で悩んでた人が中国あの、うん、チャゲンダスカのモノマネしたらクレームが来たってマジでな、あラジオで、ラジオで勝手にやったらクレームが来たらしいですよ、はい、まあクレーム出すのもどうかなと思うけどねおかしいよね、うん、はい、はい、どんどんいきますよ、はいはい、あのユンタンジミさん、 ユンタンありがとうございます。じゃああのジャミロクワイ、はい、マジで練習してきます、ちょっと練習してきます、はい、はい、じゃあどんどんいきます、はい、ラジオネーム、はい、イモ女、イモ女、おう、ちょっと初めてだな、あはい、メッセージ、うん、初めまして投稿、はい、いつも帰宅途中に聞いてます。ありがとうございます。おありがとうございます。ソベポーポーこの前ツタヤで聞きました。ありがとうございます。お話も上手ですね。そこは触れないで、そこは触れないで、うん、お二人にお願いです、はい、家に帰ると、うん、家事や育児で大忙しです、はい、なので、うん、テレビを見る暇もありません、うん、なので少しだけラジオでニュースや、うん、今話題になっていることを話してほしいです、はい、日曜日のこの時間は、うん、いつも車で聞いているので、うん、私の唯一の自由時間なので、うんお二人が話すとまた楽しい話題になりそうですねということですけど、はいはいはい、けんちゃんの話はダメなのかな知らんけど、まあ、世間の人あんまり知らないからね話題でも何でもないしねいやー妹女さん、まあでも本当最近の人テレビ見ないからな。見ないですね。俺はもうほぼ情報はテレビなんだけどね。あ情報。俺はもうテレビ家帰ってすぐテレビ見る派だから。あじゃあ最近のは忙しいか。じゃあ車で聞き流しながら聞きたいんだよ、もうあの、うん。そっかじゃあ最近のニュース？あのなんだっけ俳優の亡くなられた方。俳優。俳優の亡くなられた方、最近亡くなられた A6 助、 え
最近絵の口デージ前じゃない前だな。しかも俳優か俳優違う からんけどただ出てきたあれでしょ坂上二郎じゃないでもやばい出てこない坂上飛びます飛びますなあでもかなりかなり前かなり前だね検査よ検査高倉検査高倉検査俺高倉が全然出てこない検査ってたやかそう高倉健さんが亡くなられたのも知らないのかな、ね、知らないんじゃない多分見ない人は多分知らないと思うまあね、うん、でもラジオ聞いてればまああれかもね高倉健さんが亡くなったのも、うん、亡くなったっては聞いてなかったけどただテレビで報道してたから、うん、あ多分亡くなったんじゃないかなってもうニュアンス、うんうんうん、もうちゃんとあの亡くなったとは聞いてなかったね、うんいや高倉そうですねあと知事選知事選知事選さすがに知ってるな誰が知事になったとか分からんかもしれんよなんかまだ西目知事とか思ってるかもしれないデジラつくし西目知事分かるほんと小学校ぐらいじゃないかバブルぐらいバブル全然ぐらいのと思って死に懐かしいやで死に懐かしいにああなそう分からんよまだに本当にそう思ってるかもしれんかもう止まってる人がいるかもしれないあと何があるか最近の何か何があったかな何があるあと最近あ地震あったよね新潟かあの辺じゃない、うん、震度6弱怪我人結構あそうなの30人以上もうあれもニュアンスでしか見てないんだけどあまあでも怪我、うん、結構マギーな、うん、昨日かな、うん、あったみたいだね昨日かな、うん、そうですよ地震ありました私の情報よあと何があるかなんかなあとは、うんワールドカップ終わったでしょだいぶ前に終わってるやつてかあんまりテレビ俺テレビ見なくなったんだよねあ見なくなったっていうか、うん、もう子供が支配してるわけよ、うん、だからウルトラマンしか見てないから、うんうん、もう情報がもうウルトラマンしかないから、うん、テレビ見れないんだよねあとあ今日あれやってたな何ワイドなショーってわかるワイドのショー、ま、あのダウンタウンの まっちゃんの番組、うんうん、あれでなんだっけはやぶさうんはやぶさ鳥のちあのスペなんていうの宇宙の人工衛星みたいな、うん、あれのはやぶさ2を、うん、がそろそろ打ち上がるみたいなあ日本からうんすごいねはやぶさ2どんなことが起きるのはやぶさ2が打ち上げられたことによって打ち上げられたことによって、うんうん、あので前のはやぶさ1の方は、うん、距離が3億何キロとかあれだ何距離が3億3億キロぐらい離れたその星にところで見てるの星に行ったわ け, ったわけでそれ映画になったんだけどはやぶさあそうなのそう全然分からんボイジャー1号とボイジャー2号ぐらいしか分からんから分からんばボイジャー1号ボイジャー2号そのだからはやぶさ2が、うんもう出来上がったというああそうなんかやってたよ日本の技術はすごいね、うん、そうすごいですよ本当にだそれでだから人類の誕生がどうやってできたかとか、うん、まさかやそういうの分かったりとかするかもしれないするかもしれないみたいなっていうことらしいですよ、はい芋女さんどうですかためになりました、うん、こんぐらいで並んだならんかすいません CM です、CM あなたなりの行方
はい、ソベポポのチーチーカカするなよ。時刻は5時30分です、はいはい、ということで、はいはい、メッセージ、はい、来てるので、はい、どんどんいきますよ、はい、ラジオネーム、はい、宮崎のロベカル、はい、あ、 ありがとうございます。先輩先輩なのか、あ、女子、元女子なんか久しぶりですね。久しぶりですね。数々の CM おめでとう。ありがとうございます。ソベポーポーマジで励みになるよ。はい、ありがとう。話変わるけど。ありがとうです。話変わるけど、高倉健さんが亡くなって、はいはいはい、男の中の男が少なくなる中、ね、うん、はいはい、雑誌で、はい、男が惚れる男、はい、特集で、うん、ランキングやっていたけど、はいはい、誰が1位だったと思う？ヒント、うん、2位は木村拓哉、うん、3位は竹野内豊、うん、あ、俺知ってる。ちなみに俺の好きな岩城浩一は10位でした、うん、渋いね。変な意味じゃなく、うん、ソベポーポーの2人の男性のタイプは、うん、たまにはいいじゃんこんな質問も。ではまたということで、はい、ありがとうございます。ロベカラさん、俺1位知ってるよ。なん、うん、誰？じゃあ当ててみ。1位？うん、俺これは何でラジオで聞いたな。あ、ラジオでやってた。ラジオで聞いた、うん、2位がキムタク、3位が竹野内、うん、4位があれだったな、向井。男が惚れる男で、男が惚れる男、うん、俺ね、ちょっと違うんじゃないかなと思って。1位、意外とよ。え、この人じゃないでしょって思ったけど、だけどもね、この人が大体占めてるもん、うん、あの女性の人気ももう、まあ、分からず1位。1位、うん、もう超もう誰もが知ってる人。清水浩二郎。お前いくらビーブビーバップが好きって言ってもよ。で、それはお前の中のだろ。俺の中での全体的に。お前のビーバップ好きは知らんよ。清水浩二郎。で、一清水浩二郎、二が中村と。大丈夫だよ。古いし、ビーバップハイスクールの登場人物してんの。あ、分からへんさ、清水浩二郎しか全然もう出てこない。やばい。今世間は違うみたいだね。はあ、俺も違うと思うんだけどな。まあ、じゃあ言うか。うん。これあれだよ。あの、ま、俺年どれぐらい？年は40過ぎてるよ。おお、うん。40過ぎてる。俳優？俳優でもあるし、うん、ミュージシャンでもある。何でもできる。俳優でもあるし、ミュージシャンでもある。うん、え？あ、福山？です。ですって。ですって間違えた。なんて言った今。ぜ、ぜ、ぜ、新しい変だ。ぜ、ぜ、ぜ、まさか当てるとは思わなかったんだけど。びっくりした。です。あ、福山な。違うんじゃない？もうこれ、1位福山、2位キムタク、3位竹野内って、これ女性が好きなとかじゃないば、だと思うけど。うん、男の中の男ってさ、やっぱほんと高倉健あの、まあ、あれとかじゃないば、何、阿部寛とか。あ、阿部寛かっこいいね、うん、あとなんだっけ、よく V シネとかに出る相川翔。あ、相川翔もそう、うん、相川翔、あと何だっけ、あの、ちょ、南の帝王の、南の帝王の誰だったかな、ね、そうまあね、あっち系だと思うけどね、うん、これちょっと違うよね、福山雅治。あとあれなんだっけな、ビーバップの、なんだか、チビーバップ、ビーバップの、うん、あの前川慎吾役のあの、ああいう、お前ビーバップにしか例えきれないの、まあ慎吾がいるだろ、慎吾、前川慎吾、あれ役の、誰だやってたの、今もう V シネとかにもよく出るの、あの人も超、俺はあのかっこいい、お前の中ででしょ、俺の中で、名前なんたかな、あの人、ちょっと忘れたけど。そう男の中の男ってなったら、俺はもう V シネしか出てこないですなんかあっち系お前の性格が出てる。う
うん、男の中の男は好きな人だ、2人の男性のタイプは、だから俺はもう清水浩次郎だ。俺パッキャオかな。パッキャオボクサー、マニーパッキャオ、マニーパッキャオいやかっこいいよね、うん、パッキャオ、パッキャオ、うん、男、政治家だしね。そう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 、うん、男の中の俺は男じゃないかなってあれは思うけどね、うん、フィリピン人で知らないのいないよ、いないらしいよね、本当に、うん、いやすごい、うん、英雄でしょ、英雄だ本当に、本当に、うん、いやちょっと福山雅治さんが1位っていうのはね、いやみんなかっこいいよもちろんそうだけどね、うんうん、やっぱでもうあれなのかな、今時代は30代、うん、40代なのかな、いい男っていうのは、いやそう、うん、うん、そうじゃないこのランキングから見ても、まあね、うん、竹内豊さんも40代ぐらいでしょ、40代、木村拓哉ぐらいからやっぱりいい男になっていくんだろうな、うん、やっぱ40ぐらいからね、うん、なるダメになる人と伸びる人がいるよね、うん、この分かれ道は何だろうね、ダメになるのは誰だ、ダメになるダメになるのは同級生ぐらいでしか見たことないでどん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 なんか老けて老けていくみたいな、うん、いやでもこうやっぱ努力なんだろうね、うん、こう維持するっていうか魅力が出てくるのは、うんうん、あとあれもかっこいいな、俳優のあの梨花子の旦那さん、え梨花子だっけ、はい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 、え梨花子の旦那さん、うん、最近離婚したでしょ、でもあのあしたんだっけ、うん、の旦那さん名前なんだっけ全然出てこないさ、わかる、わかるだろ、わからないよ、あの俳優わかるだ、かっこいいの、うん、誰だったっけ本当マジだよ、黒、黒違う、黒田朝じゃないやつなんか何だったかで、こっち入ったらマジで飛ぶな、こ AM みたいでしょなんか、なんかな、このスタジオなんかあるんだぜ、多分スタジオのせいにするな、マジでお前、記憶力何だったかな、分かるだろ、あの俳優、わ、うん、うん、もうネットで調べた方が早く、まあ、調べといて、うん、いや、しなすよ、うん、まあ、そんな感じかな、うん、そうだね、うん、中田秀俊大好きなんで、うん、なんかかっこいい、ね、うん、あの、分かる分かる。いい音、あの、ああいう男いいな、うんうんうん、ちょっと真似してちょっとひげ伸ばしてんだけど、うんうんうん、今日、いやいやあのひげ、いやマジでクイーンかやクイーン、ゲーなんかゲーみたいな俺、うん、あの中田秀とかもゲーとかにモテそうやし、あ昨日ハワイアンの忘年会があったじゃないですか、うんうん、あの時に、うん、ケアリーレーシェルに似てるって言われました。ゲーやさ。似てるって言われました。ダンサーの方に。あじゃあもうやっぱりちっちゃいケアリーレーシェルって言ったけど、ケアリーレーシェル自体ちっちゃいからや。あちっちゃいもうどんだけちっちゃくなるまで。だからちっちゃい岡村隆史って言ってるのもんだよ。もっとちっちゃくなる場合ぐらい。だからや日本一ちっちゃいボーカリストで売り出すって言ってるやつ。これやめよマジで。子供があれ泣く。はい、ということで、はい、宮崎の、なんだか、なんだか。ラジオネームも忘れてる。ロベカルさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、どんどんいきますよ。はい、ラジオネーム。はい。サンともママありがとうございます、ママさんありがとう、はい、こんにちはポーポーさん、はい、今日も CM で爽やかな朝を迎えましたよ、ありがとうございます、なんか何の CM かな、OS 国なんかな、見た方はイオンじゃない、イオン見た、うん、イオンかな、イオンは結構俺も、うん、僕も見ますけど、昨日のいい夫婦の日は何をされましたか、昨日いい夫婦の日で、私は主人と2人で久々にデートしてきました、うん、ところが会話といった会話もなく、うん、無言で黙々とご飯を食べてる主人に苛立ちました、たまに喋ったと思ったら、うん、最近太ったとか失礼な発言、結婚12年目こんなもんですかね、うん、夫婦とあこんなもんですかね夫婦というのは、うん、お二人はもちろん奥さんを大事にされてますよねということですけど、
あたいめでや。笑う、ワンが言った後にもや、この笑い、この笑いのうやが。変な感じになってる今。笑わんけや。あてめえてや。はーや。はーや。はーやって何個も。大事にしてるよ。リスペクトだよ俺。リスペクトやんば。いつもリスペクトだよ。彼女に。彼女にリスペクトやんば。リスペクトだよ。ラッパー風で言えば。マジで。いや、昨日はまあ。昨日が昨日はまあ飲み会、うん、そうだ昨日はな、まあ、ハワイアンのダンサーさんたちと忘年会ですからね、ね、飲んでましたけどまあでもいい夫婦岸田さんは奥さんも連れてきて、はい、いい夫婦の日してた。いや多分、うん、なんか喧嘩してるっぽかったね。はたから見たら、はたから2、3日前ぐらいにちょっとおったかな。なんて、なんだ、なんだったかな、忘れたけど、なんか朝パンにするかご飯にするかで喧嘩したような。それでな。さっきね、あれ。朝パン派だわよ。で、ご飯、あっちはご飯派だわけ。うん、で、これで、うん、そう、一番チビご飯派。うんうん、で、ゆうたがパン派。うん、もう2対2に分かれるんだけど。うんうん、朝から朝ご飯食べたら、うん、お米食べたら、うん、デージ体がだるいわけ。なんていうの、さって食べたいわけ、うんうんうん、本当にコーヒーとパンだけでいい、うんうんうん、いい肌、うん、なんか朝からもう味噌汁とかあんなの食べたら、なんていうの、重くなる、重くなるっていうかもう、ね、眠りたくなるわけよ、うん、夕ご飯みたいな感じになるから、うん、だからでいつもパンしとけみたいな、うん、パンにやっとけって言ってんのに、うんうん、米出してきてるから喧嘩なった。もうすごいテーブル。ゆくさ、ゆくしてよ。泣きんぬ。ウッピナーで。パンにちゃんとするみたいな。パンにちゃべっとる。どうでもいい。いや、大事にしてますよ。いやいや全然。いや、それはもちろんですよ。金城さんも、うん。もちろんですよ。本当ですか？ええ。やがてわらば生まれるだ。だから大事にしないのかなって。してる。いやもう当たり前の話すぎて俺はもうくだらんなと。くだらない。よくしこわすな。本当によ。よくしこわすな。いやいやね。大事にしてます、ね。まあもちろんですよそれは。まあね、黙々と無言でご飯食べられたらそれ怒るよね、デートの時にね。うん、ちょっと、まあね、それはこの特別な日だからね。ご主人はね、ちょっとね。話するでしょ、家帰ったら。うん、あ、でもする人ともしない人もいると思うけど。そんな、そんなしないよ。あ、そう。うん、チャービーだけどよ、俺。普通に喋ってるけど。うん、聞いてないのやっちゃう。だから。ん？あんま聞いてないんじゃないか、だから。ある、ある、それある。なんだ。俺、マッチの話聞いてない。だろ、うん。ただ言いたいこと言って終わり。あでもいきなり喋って、最近太ったって言われたらわじわじしてくるや、最初の言葉がや。まあや、確かに。うん、まあね、いやもう夫婦ね、まあなん、まあ僕たちもあれですからね、うん、まだまだ修行の道ですからね。ね、あのまだ全然アドバイス、アドバイスにちょっと、うん、結構12年目だったよ。12年もすごいよ。すごいよ本当に。12年で。うん、でもデートするぐらい仲がいいってことじゃん、まあね、そうそうそう、うん、行くだけマシだよ。もうマシだよや、うん、本当に出かけるだけ、出かけるだけ で世の中には出かけない人もいるからね、うん、本当だから本当なんていうの、行くだけね、うん、それだけでもいいと思うよ。はい、いい夫婦だと思います。うん、なんかわたが悪い夫婦感じ、わたもいて出ていってるから ね、うん、ね、そうですよ、出かけてますので、はい、ちゃんと奥さんを大事にしておりますよ、はい、ということで、はい、じゃあ CM、 はい、レタ君の語学も一つない、空は青で季節はから風吹き抜けた肌寒い秋。
はい、ソベポポのちいちいかかするなよ。時刻は5時47分となっております、ここで少し、はい、ちょっとお知らせを、はい、します、FMM タンからですね、コンサートのね、お知らせなんですけども、はい、岡本智孝わかります、はい、もうオペラオペラの、はい、岡本智孝さんがですね、うん、まあ、来年なんですけども2015年1月17日土曜日、はい、読谷村文化センター、うん、大鳥ホールの方でですね、コンサートの方があります。でこちらの方ですね、一般の方は3500円、学生が2000円となっております。そしてチケットの方はですね、デパート流坊、文京楽器、福原楽器、あとチケットピア、あとはローソンチケットで、販売しておりますのでよろしくお願いします、はい、1月17日土曜日18時半開演、はい、読谷村文化センター大鳥ホールとなっておりますのでね、はい、岡本智孝さん、はい、ね、ソプラノ唯一男性でソプラノの音域を持つっていうね、うん、すごい、まあ、有名だ、うん、かなりの有名な方ですけども、超有名、まあ、聞いたことある方もたくさんいると思うんですけどもね、うんうん、岡本智孝さんのコンサートが読谷で、はい、読谷でありますので、はい、ぜひとも、足を運んでいただけたらなと思います。はい、はい、以上お知らせでした。はい、お願いします。はいはい、じゃあどんどん、はい、メッセージいきますよ。はい、お願いします。ラジオネーム、はい、まゆまゆアロハ。はい、アロハ、はい、アロハ、ポーポーさんこんにちは。こんにちは、まゆまゆアロハです。うん、今日は娘2人と3人で、うんうん、読谷の長浜にある老人ホームの誕生会のゲストとして、うん、フラを踊ってきたよ。おお、最近動いてるね。今回の老人ホームを含め、うん、老人ホームなどで踊るのは2回目ですが、うん、大きな舞台と違い、こうやって身近なおじいちゃんおばあちゃんに喜んでもらえることもフラやっていて、フラやっていてもっと大事なんじゃないかと思いました、うん、華やかなショーや、舞台ももちろん大事ですが、うん、身近で応援してくれる人や支えてくれる人がいるから大きな舞台でもエネルギーを出せるという、うん、出せるというか、うん、今日は娘2人にもそのような体験ができたことを親としても嬉しく思いました、うんうん、また娘2人とともに老人ホームや施設などで踊れたらと思います、うん、最後にソベ祭り楽しみにしてるね。お、うん、私もフラで参加します、はい、今年は同級生のあゆみも参加するみたいなので、うん、53年生パワーを発信しまくりましょう。お、うん、あと彼女は FM 読谷の歌ボサノバな感じが大好きだよということです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まゆまゆさん活発ですね。活発、すごいね、うん、もう村長になるんじゃないかな。なるか、ね、これぐらいも貢献してたら、ソベ区長ぐらいはなる。初の女区長。アロハーって言うんだ。文化見出し方がいいね。いや素晴らしい、うん、いいよね。老人本当に、まあ、本当にこういう場で歌うのって、うん、
まあ老人の方にもまあ楽しめると思うんだけど、うん、自分のためになるよねやっぱりね、うん、こういったところはね、うん、またこれをこう娘さんに見せてあげることでね、うん、これが当たり前だななんだってこうね子供たちが思って同じことをやるじゃないですか、うん、福祉活動として、うんうんうん、こうなってつながってくれたらね、うん、俺もユータ連れて行こうかな、あれを連れて行こう、迷惑迷惑あの王子なんかあの何あの天敵クダとかヒキナスユータこらユータ危ない、本当に危ないね、いやいやいやもう素晴らしい活動で、いや本当ね、うん、まあ、おなかも老人ホームはないな、うん、老人の方はないね、うん、あのなんだっけ一回あれがあったよね、あの還暦祝いの晩で歌った還暦、うん、はいはいはい、東京で、うん、うんうんうん、還暦祝いのよくわからないなんかライブだったけど、うん、まああったね、ありましたね、あとなそういう系で言うと あれはある、うん、なんていうのかな、障害者施設のあなんかその松見北海道で、北海道でありましたね、うん、そういうのはあるね、うん、僕はあの星座学院っていうヤンキーのところで一回歌ったことがありますけど、うんうん、なんか言ってたな、暴走族代表であの天眼バーニーズの東島琴と先駆け6代目の俺が行きました悪者の学校にどこでこれ東京だった、東京の横浜、うん、星座学園っていうところで、まあ、だあの本当にちょっとあの問題児が集まった人形前に人形抱っこしてる子がいたからああもう精神とかも、もうやんちゃして手に負えない子たちがとか、おー天眼バリーズの天眼バリーズと東島琴と先駆け6代目総長が歌いに行きました、多分元気づけられたんじゃないかなこんなフラーでも歌えるんだみたいな、いいんだみたいな、うん、いいんだみたいな感じになったと思います、確かにや、うん、でお前もうあれだよ、お前もうステージ立った時点でお前もうみんなに勇気づけてるってことだよ、ね、この身長で、うん、しなすよこれでいいんだみたいなこれでいいんだ、だからもう歌わんでいいわただ立ってるだけ、もう立ってるだけバカ単なるチビのバカです、チビのバカのおじさんなのもうそれで勇気づけられてる人いっぱいいると思う、まあね、うん、よく混んじゃるなと思う、だもう生きてるだけでいいんだよお前は俺見てお前どんだけ俺もどん底にいるか、あべこれでも生きられるやつやみたいな、生きられる元気が出る頑張ろうと思うの、もう言い過ぎだろ俺が落ち込んできたよ俺が落ち込んできたいや天は二物与えないな本当に与えなさすぎだろ与えなさすぎだよ、ああな、いやまあでも老人ホームちょっとやってみたいね、うん、老人ホームや、うん、いやということですけど、はい、今週は、はい、ちょっともうお知らせもいろいろしないといけない、金城さん、あじゃあ、ライブ告知した方がいいですよ、まず、29日、はいはい、11月29日、うん、土曜日、はい、那覇の名村ホールで、はい、バモスバイラ熱帯天国というイベントで、うん、はい、ハワイアンバンドララカプアの、うん、パーカッションでサポートで出演しますので、そのはい、その他はもういろいろ南国の音楽、はい、レゲエ、はい、ラテンとか沖縄音楽フラもありそういうイベントです。何時からでございますか、はい、18時スタートです。はい、はい、皆さんぜひ、チケットはどこでお買い求め、チケットはですね、はい、ローソンチケット、はい、そして蔦屋新都心店首里店、はい、宝レコード、はい、ミル別荘、うん、はい、で購入できる、はい、購入できますので、もう楽しそう、ね、これはもうぜひ本当にカチンバやらムーミンさんやらすごい、ね、もういろんなキングジャムセッションもいますし、ダンスもあり、うん、はい、すごい、そういうイベントになってますの で司会が、あのお笑いのキャンキャンのユッキー、はい、ユッキーニニと、ナシルさんが MC をやるので、
はい、ぜひもうお越しください、はい、そしてソベポーポーは、11月30日にソベ祭りで2日目に出ます、はい、時間の方は多分僕たちが最後なのか、うん、まあ、夜遅く夜ですね、はい、あの出演の方はなりますのでよろしくお願いします、はい、皆さんぜひ、はい、遊びに来てください。じゃあ、はい、来週ですね、さよなら、はい、お会いしましょう。